はい、明けましておめでとうございます。今日は柏原神宮にやってきましたんでね、柏原神宮を駅から撮ってみましょうかね。はい、ただいまの時間がですね、ただいまの時間がこれでございます。何時か、9時35分ぐらいですかね。例年よりも1時間ぐらい早いんですけどね。ちょっと先ほど店2軒ほど寄ったんだけど、ずいぶんやっぱり少ないそうですね。コロナ前のおそらく3分の1ぐらい行ったかな、イメージ的に。それぐらい少ないらしいですわ。で、朝の温度が先ほど2度でしたかね。9時20分ぐらいの温度計でね。おお、美味しそうな。いや、一人ぞ。今と肉焼きそうだと。おお、こちらです。くじ引きではね。カリカリチーズ。美味しそうやろ。駅前でございますね。こうやってはらんのか。あとで何か買って帰ろうか。はい、こちらの方が柏原神宮前駅でございます。普段は閑散としておりますんでね、先ほどの話ではね、お客さん全然降りてこないんで、お店の方がね、もう閉めてんやで、普段は。あとで寄りますね、そこのお店も。この柏原神宮前から、お、どうなんすか、こんなとこ売ってんのかよ。こちらが奈良線やったっけ、どこやったっけ、ね、京都線か。京都線でね、こちらの方が、あ、見えないか。見えないな。昭和の時代は何度かね、ここから電車で来たことあるんだけど、今ほとんど車なんでね、何回か来たかな、昭和の時代に。あれ、どうなってるんだ、今から電車来るのかね。これ駅舎の中でございます。綺麗な、ちょっとね、返納せなあかんねんけど、今ね、はい、返納にしたんですけど、誰も家族来ないんでね、一人で。で、撮影をしながらね、今から神宮に行ってみましょうかね。あそこは柏原ホテルかね。あまりの人が少ないんでね、ちょっとね、ちょっと行くの迷ったんだけどね。ほんなら混んでないから今から行きましょうかね。はい。柏原神宮までここから歩いて10分ぐらいかかりますかね。1キロあるか。10分以上かかるかもしれんな。もう9時40分でございます。あのね、紀元2700年を迎えるんですよ、この話によるとね。これ何、令和22年ってことで、今からまだ20年後ぐらいだとかや、はい、らしいんですけどね。ちょっとね、紀元節はそこに置いといて、ちょっ と、ね、政治的に言ったらおかしすぎるんでね。これ AW じゃないかよ、これ、うん。森田さんのことね、先ほどね、ちょっと寄らせてもらったんやけど、昭和13年ぐらいから創業したんやけどね。
ね、浦島はね。ラゴンあげたらいいのかね、はい。招き猫とかね、小物のような予習を言ってあるけどね。店内に入られへんからね、はい。残念ございました。薬業会館だよ、薬業会館。はい。冷たいわ。ほんま冷たい手が。二度か三度ぐらい飲んでやっぱさ、冷たいね手が。もう鳥が見えてきました。第一鳥だったね、あれが。なんて書いてあるの？牛久だ。これ取られたね、今年は。はい、はい、はい。一人一人の心がけ、安心、安全な初詣。手が来なかった、手が。去年こんなの、自分から手袋もしなかったのにね。去年8度からここがあったね、去年は。ここはいることでございます。はい、行きましょうか。ちょうど一方ずつなっとるんでね、ずっと一周くるっと回ってくるような形になるんでね、人がパラパラ見えんだけどね。ほんで以前はこの両方にね、屋台がバーッと立ってないんですよ。っとり、あ、屋台あんねんやけど橋なってんか、あっちが。これはいかんねん。ここに立ててもらうんと、屋台。そうだ、いや、去年も言ってたな。屋台のカステラルのお兄さんが、全然通らへんねん言うて、横やから。あれはあかんな、焼き方が。こんな感じですよ、一方通行やから。ほんで、まして一方通行やからね。これダメですよ、これじゃね。ガラガラでございます。これは屋台があって真ん中やから、もうすごく混んでたんやけどね。そりゃそうやろね。全く屋台がないから、その倍ぐらい広がってるし、で通行人は一方通行やから半分以下になっとるしね。これじゃあかんわ。これ屋台さんね、ここにあるんだけど、あっこ行ったんやけど、上行くのは横は通ったことある、中入ったことないね。東京何度行った時にね、なんか話によるとね、東京の明治神宮もよく似てるらしいですよ、ちょっと雰囲気がね。どうなんだろうな、こんな広いんやろか、東京の明治神宮も。カステラ屋さん寄ったんやけどね、今日ちょっとお父さんいなかったんでね、去年だいぶ愚痴聞いたんだけどね。参拝出口を出られると、新本内にはお戻りいただけませんので、ご注意ください。
よいしょ。また北信号付近は大変狭くなっています。10分以上歩いてるけど、ちょっとね、取材しとるかいかんけど出すけどね。これ手袋しとるから、これどうしよう。手袋しとるからな。まあ手触れることもないし、今日もこれで行こうか。このまま。本来ここでね、清めて行かないからですね。天水城ね。はい。おお、胸に上がってるかな、これ。いつも気が付かなかったね、胸に上がるけどね。下ばかり見るからね。はい、今から神宮入りましょう。だいぶ冷えましたですとね。こんな感じやからね。じゃあまあ体積のこと考えるとどうだろう。この辺歩けんぐらいやったもんな。あふれたら探すの大変ぐらい人やったんでね。こんなスカスカでも販売できるし。2682年、まあ、それはちょっとね、ちょっとおかしいんでございますね。はい、します。新年明けましておめでとうございます。これ、ウネビさんです。ウネビさんです。見えへん。これが今の現状です。ガラガラだよ。受付どこや。あのね、これをね、返納せねえかんだよ。返納引くわするよ。はい、ありがとうございました。1年間、これね、はい、返納しますよ。どこや。あのね、木が咲いてるんだ。あとや、気が入ってましたから、あれ、あこれ。私は自分で返納するの初めてやからな。40年以上来てるけど、初めてやからな。初めてやから。これどこ置くんだ、これ。収納しよう。あれ、収納しないんかい。あれ、ないわ。これどこに返納するの。はい、ありがとう。こんな辺こうやった、ごめんなさいね。こうやった。はい、これ上見さんでございます。今日は登る予定ないけど、はい、これトラを見ながら、トラでございます。これは、ね、一番人気なの、これはね。あ、写真撮るためにね、みんな並んでありますね。ここ並んであります。トイレ。昔はこんなことなかったけど、サンサンは自分で好きなように撮ってたよね。並ばねえから。入口と入口同じことです。ここね、ここ入口でございます。はい。あんな昔やってなかったぞ。おお、出口。入口、ここ。
これ敷居がなかったけど、これまあ少ないですわ、本当に今日1時間ぐらい早いにしてもね、もう全然真ん中に人いない、これガラガラだよ。これ石やんなかったから、昔はこれジャレやったけどね。
当然出てきました。はい、お申し上げます。大変でございますな。やっとることがめちゃくちゃやもんな。渡らないで、みんな渡ってやるこっち。はい、歩行者信号変わります。渡るのやめてください。歩行者信号変わります。渡るのやめてください。あのね、こっちも歩かしないねんて、みんなね嫌がってんねんて。なんでかというと、あっこに、ね、駐車場が右の方にあるね。また渡らないからね。な。ほんで言うたんやけどな、そんなふうにしながら言うて。聞いてへんな。私の話を。はい、言うときます言うて言うとったけどな、ちょっと太った警察さんのことね。まあこれはある、この歩かせ方はいかんな。なんもなんでもね、途中から入る道あんねんから、途中から右に曲げてくれたらいいねんって。